いや、牛谷さんね、卓球いいじゃないですか。でもやっぱり体力の衰えって感じますよね。なんか精神で思ってることが体で表現できないのは、多分若い頃も同じだと思うんですけども、その精神も思ってることと体の動作が一致するペースがね、年を取るとすごく遅くなるんですよね。よしスタートするぞと思ってもなかなか腰が上がらなかったりとか、それから池袋暴走事故じゃないですけども、車に乗っててね、ブレーキかけようと思ってワンテンポ遅れるとかってこと結構あって、ヒヤッとするんじゃないかなと思うんですよね。で、私先日なんですけども、車をね、親父にプレゼントしようと思ったんですけども、もういらねえよということでしたね。やっぱりこう運転に対する自信とかもなくなってきた、余裕もなくなってきたりとかね、今回車検通したらしいんですけども、多分それが最後じゃないかなとか、なんかね、確かに、ね、次の車検の時には80になってるかもしれないんで、まさにね、暴走老人になる可能性がありますから。だからね、ベンツプレゼントできるんですけども、できないですね。だから別のことやらないとなと思いますね。で、お金のこと、お年を取ると確かにお年玉をあげたいっていうね、何かをしてあげたいって気持ちが出てくるのは、やっぱり自分で使うことがないから、その使ってもらうことによって自分がなんかね、叶えたのをちょっと疑似体験するんでしょうね。そういったところよくわかります。ですからまとめて言うと、今しかできないんですよね、何もかも。明日になったら今日できたことの中で気づかないうちに何か一つ以上失われてるんですよね。美味しいもの食べようと思っても、私ね、最近ビール飲むんですけども、もうね、小瓶一本で精一杯です。330ミリでもういらないんですよ、最初の一杯で。いや、酒豪で鳴らした私ですけどもね、もう私の暮らしからビールはいらないですね。だからね、年を重ねても飲める人、その胃袋ってのは大したもんだなと思いますね。私はちょっといらないかなと思いますよね。まあその他にもいろいろとお伝えしたいことがあるんですけども、稼げるのは今のうち、まさにその通りです。今最高に脂が乗ってる時期に稼げなくって、どうしてね、数年後に今よりも状況が良くなってるというふうに思えるのか、この錯覚を早く取り除けばなりませんよ。体を動かしてるとよくわかるんですけども、今ね、一つのことをやろうと思っても数段前より時間かかるんですよ。例えばね、こう蹴りの練習をするんですけども、膝がまあ上がらないですよ。今ここまで上がってますけども、ここまで上げるのにやっぱりね、こうウォーキングしたり、それから筋トレしたり、腹筋で足を上げますからね、やっぱりね、それこそ半年1年かかるんですよ。この肉体を作るのも、私筋トレずっとしてたじゃないですか。隠居暮らししてずっとですよ。だからもう5年ぐらいになるんですよ。5年ぐらいでやっとこの腕がね、戻ってくるんですよね、使えるように。だからね、今日から5年かけて、5年後のために何かできますかって言った時に、筋トレもできない、ダイエットもできない、なんかトレーニングもできない、ビジネスもできないってことになっちゃうんで、もう絶対に今日から始めなければならないし、それから違うんですよ、3年前になんで始めなかったかってことなんですよ。2年前になんでやってなかったの、1年前からやっとけばよかったって、こんなことばっかりでしょ。だから3年後5年後にまた同じようなね、あの時にやっておかなければ、なんであの時やらなかったんだって思いがないように、今日精一杯で吉谷さんセールスするんでしょ。私はセールスしないですけども、私は別の形でね、しっかりとやらせてもらいますよ。今しかできないこと、そして明日にはもうできなくなってるだろうこと、今日一個一個完了させていこうと思います。じゃあいらっしゃい。